やっほー。今日はこれからね、渋谷周辺で私がね、最近したかったことを詰め込んだ一日 Vlog を撮っていきたいなって思っています。今からお出かけするところなんだけど、一日ね、小江さんにも付き合ってもらいます。私の行きつけのお店だったり、あと気になってたお店もあるんだけど、いくつか何店舗か回って渋谷デート楽しんでいきたいなって思ってるから。なんかジョーク君が甘えん坊ですね。朝だからかな。みんなも一緒にお出かけしてるような気分で見てください。そしたらね、もう少ししたらお家を出たいと思います。行ってきます。ということで、私がね、今日来たかった1店舗目に着きました。こちらメガネ市場なんだけど、今日はね、メガネをね、作りたいなって思っていて、可愛いね、メガネがたくさんあるので見に行きたいと思います。じゃあ行きます。これ、私が気になってたやつ。あ、ニュー。あ、そうな。うん、このラインがめっちゃ可愛くって、今日いろいろね、見たいなって思ってたの。これじゃん、私気になってたの。かわいい。これネイビーなの。あ、そうなの。うん、でもなんかこのさ、ちょっとフレーム厚いのもかわいいけど、うん、ちょっとこの薄めもかわいいね、うん、これは迷ってしまう今日。でね、このアニューっていうラインなんだけど、来る前に結構調べてたんだけどね、シルエットの変化とか旬の色味をね、取り入れて軽やかにね、今を漂わせる、そんなね、ニュアンスを大切にするアイウェアなんだって。もうかわいいし、種類がたくさんありすぎて、どうしよう。今からいろいろつけていこう。で、今日はね、メガネということなんだけど、私視力がいいことだけは自慢なんですよ。そうだから、なんかメガネなんだけど、そういうものじゃなくって、なんかこのファッションに合わせてレンズの色を変えたりとかできるものがあったらいいなと思って今日来ました。ちょっといろいろ合わせてみよう。じゃあまずこれから。どうだろう、どう、新鮮。あ、いいね。ね、うん、持ってないような感じかも。こんな可愛い色ある。なんか黄緑系可愛い。これ、あ、いいやん。それもちょっと春っぽい感じ、うん、あと私が気になっているこのベッコンっぽいのも可愛いんだよ、うん、どう？かけていただいてるフレームが、はい、っていうブランドのシリーズなんですけど、はいはい、うちのオリジナルで結構カラーとかも可愛いので、うん、最近人気なシリーズになってます、うん、かけやすいのと、うん、あと色味がちょっと他にない感じのニュアンスカラーで、うん、トレンドっぽい感じで結構人気はいただいてます、うん、ニュアンスカラーですね、ポイントは、ねうん、種類的には、はい、ここが全部アニューなんですか、ね、そうなんです。ここからここまで全部アニューで、はい、結構シリーズたくさん種類が出てます。一式価格みたいな。そうなんですよ。一応ここに書いてるお値段で全部レンズ代も込みになってるので、その値段でもうメガネ一式作っていただけます、はい、へえ、すごい。もし例えばカラーレンズとか入れてカスタマイズとかはプラス3300円でできるので。あ、そうなんですね。お好きに作っていただけます。へえ、分かりやすいね。ね、うん、値段が全部書いてある、うんうん、あ、全部同じ金額ですか。そうなんです。このアニューっていうシリーズは基本すべて 16,500円で、こちらでもちょっとお手頃に。あ、本当ですね。わかりやすいです。じゃあこのお値段にフレームの金額、はい、レンズ代が込みで作れるんですけど、はいはいはい、視力測定とか、うん、あとは顔タイプ診断っていう、似合うフレームの形が診断できたり、うん、あとはパーソナルカラー診断ですね、うん、似合うお色の見ていくのもこの金額で全て込みで、はい、していただけます。すごい、めちゃくちゃいい。私もちょっとしてもらいたいです、うん、はい、じゃあご案内させていただきます。もちろんです。お願いします。はい、今ね、教えてもらったことあるじゃないですか。もう一つびっくりなのが、全国のね、メガネ市場で無料でね、パーソナルカラー診断と顔タイプ診断が受けれるんだって。だからその診断結果を踏まえて自分にぴったりなメガネを作れるという。私もちょっとね、いくつか迷ってるから今から受けに行きたいと思います。楽しみ。
お願いします。この4つのシールの中だと左上のスプリングのグループが一番お得です、ね、スプリングでした。すごい、今までも2回してもらったんですけど、そうなんですか、全部スプリングです。そうでした、はい、変わらず、すごい、今日見た感じもダントツでスプリングが綺麗だったので、すごいはっきりしてる、はい、結構ポップな感じではっきりした、あんまりくすみはそんなに得意じゃなさそうだったので、うんうん、同じ暖色系でもオータムのハーキとかのくすみが強すぎるお色はもしかしたらあんまりお得意じゃない可能性が高いですね。なるほど、似合うお色のブルーとかこのぐらいはっきりしたお色味が一番いいんじゃないかなと。ありがとうございます。スプリングでした。でこれを元にメガネをまた選ぶと、うん、顔タイプと顔タイプ、はい、顔タイプもあります。さっきは似合う色を見てたんですけど、はい、今度は似合う形を見ていきます。すごい、結構皆さん似合うフレームどんなかなっていうので迷われる方が多いので、確かに結構こういうツールたくさん触ってます。これではっきりしたら選びやすいですもんね。そうなんですよ、どれに初めてですっていう方でも結構選びやすくなってます。はい、早速始めていければと思います。はい、お願いします。はい、ではお一つ目こっちからいきますね。はい、丸い要素がある方が馴染みやすいです。一番お顔に馴染みやすいところで言うと、はい、フェミニンタイプっていう、あんまり縦幅が広すぎなくて、ちょっと横にラインがある形になりますね。印象変えたいならむしろちょっとずらしていただいた方がいいかなと思います。なるほど、例えばなんですけど、ちょっと角の要素を増やして、キリッとした感じにしたければ、プールタイプにしていただくといいですし、逆に縦幅をもうちょっと増やして、ちょっと今っぽい感じですね、丸メガネっていう感じに寄せていただくと、より可愛らしい印象によるかなと思います。フェミニンでしたね。こちらでした。タイプ的にフェミニンタイプ、これを元にじゃあもう一回選びに行きたいと思います。ありがとうございます、ね、楽しかった、ね、ありがとうございます。ちょっと外しちゃいます。はい、はい、ということで結構悩んだんですけど決まりました。私がどれを選んだかというとこちらです。じゃーん、はい、結局これにしました。ちょっとグレーっぽい感じの、これこそニュアンスカラーみたいな感じのこちらのフレームです。でこれに超光レンズを合わせて後日ね、完成したものがお家に届くので、またそれね、どんなものが届いたのかお見せしたいと思うので楽しみにしててください。すごいね、あのフレームの種類もさ、たくさん可愛いものあったし、レンズもすごいね、種類たくさんあるから自分に合うもの絶対あると思うんだけど、小屋さんも欲しくなっちゃった。あ、すごく欲しいです。惹かれてるよ、うん、超光レンズ良くない？そう、欲しかった。伊達メガネの超光レンズ、またじゃあ来ないとだね、うん、あとさっきね説明があった通り、一式価格だから、なんかあんまりメガネのこと詳しくないなっていう人でも買いやすいなと思った。確かに私もすっごい分かりやすかったから、うん、安心です。いいよねこれ、うん、嬉しいです。すごいこんな感じでいろんな種類のレンズがあるんだけど、私が気になってるのがこのね、超光レンズっていうので、これはねここに書いてある通り、室内とかね、夏の紫外線と冬の紫外線とでね、色がこう変わっていくレンズなんだって。でここでライトを当てると変わるらしいので、ちょっとお願いします。あ、すごい変わってきてる。あー、全然違う。え、すごくないですかこれ。だから室内と外でね、いきなりね太陽を差して眩しいってなった時はこうやって暗くしてくれるから、目を守ってくれるの。これめちゃくちゃいい。これにしよう。寒そう。はい、無事メガネが決まりました。嬉しい。1週間後になるんだよね。そうね。そうだからちょっと待ちなんですけど、今日はこの後もちょっと行きたいところがいくつかあって、でね、でねなんですよ、
私が今まで大好きすぎて紹介してなかったお店に行った今、っていうかテイクアウトは1回してみんなに見せたことあるんだけど、本当に本当に私はね、もうね、ここを紹介していいのかっていうのは何年も悩んで、今日初めて紹介するお店に行きます。本当の行きつけ、まあ、紹介してるところは全部行きつけなんだけど、本当のね、うん、そう、行きましょうか。ランチに行きます。ケニア、私も大好きなお店、うん、日曜日で撮るなんて思わなかった今日まで。そうなの？ここにはもう何回来てるんでしょうか。50回以上来てると思う。紅茶専門店なんだけど、ランチとか食べ物、あとケーキとかも美味しいんですよ。今日私はトマトドリアにしよう。どうですか？チキンは美味しい、うん、よかったね。バジルソースが好き。そうなんだよね。でもチキンにバジルソースってあんま食べたことなかったかもね。パスタだったらあるけど。あ、そうなんです。チーズも美味しそう。よかったです。お願いします。絶対にかけるチーズなんだけど、さらにこれがミス。変わらない、ずっと変わらない。7年前くらいから食べてきてるから、一人で来てなんか考え事したい時とかもめっちゃ落ち着くの。ここがなぜか、ミルクティーなんだけど、すっごく美味しい。濃厚なんです。いただき。はい、これです。美味しい。やっぱ紅茶屋さんだからね。これが美味しいんだよ。私はアイスにしちゃった。これさ、ホットだね。そう、ホットね。ホットも美味しいよね。おお、来ました。ホットです。いつも大体はランチじゃなくて、お茶の時間にケーキセットとかもあるから、バナナクリームケーキみたいなのとね、そうそうそう、一緒にケーキセットにして楽しんだりしてるよね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。濃厚紅茶好きな方は、ぜひ来てください。テイクアウトもできます。はい、ケニアン行ってきました。久しぶりだったし、お腹さ、空いてたから、めっちゃ美味しく感じた。美味しかったね。うん、そこが私の幸せスポットなんです。で、次の私の幸せスポット、動画でも何回も撮ってるんだけど、大好きなヴィンテージショップに行きます。もう今日さ、私の行きたいところをさ巡ってるけど大丈夫？あ、全然いい。小屋さん行きたいとかあったら言ってんの？え、楽しんでますから。本当？うん、よかった。こちらです。じゃん、ブラックススミス。行ってきます。じゃあ、いってらっしゃい。すごい素敵な器がたくさん売っていて、あそこはね、古着屋さんと器屋さん、セレクトの器っていうか、ね、うん、陶器とかが置いてあるお店なんですけど、すごい素敵なものを購入しました。4つ、はい、これも後ほど紹介します。こちら私の大好きなお店、キャメルバッグに来ました。じゃーん、今の季節はストロベリーモカだって。でも私はね、塩キャラメルラテを飲みます。
きなキャメルバッグの塩キャラメルラテです。ほえさんも同じくかな。あ、そうそう、でソイにした。いいですね、うん、そしてこちらブラウニーも買っちゃいました。美味しいんだよねこれ。超美味しいね、感動するよね。はい、お茶タイムです。ではでは、いただきます。うん、美味しいこれを飲みすぎてキャメルバッグの普通のラテを飲んだことないかもしれない私は。うん、本当に美味しいんですよね。ドリンク飲んでばっかりだな。はい、ということで別日になりました。購入品紹介をします。小屋さんもいまーす。コエステでじゃーん、すごいね、いっぱい買ったね、なんだかんだ、うん、で、私の大好きなヴィンテージショップブラックススミスでまず買ったものを紹介します。じゃーん、こちらではお洋服を購入しました。じゃーん、白ニットです。かわいいね、小屋さんがええやんって言ってくれたやつね。ボタンが特に可愛くって、ちょっとこんな感じで木のボタンになってるんだけど、見た目よりもちょっと薄めだから、これからちょっと春先まで着れそうだなっていう感じで、中に T シャツを着てこれをねこう羽織って着たら可愛いんじゃないっていう感じで購入しました。ホワイトニット、メイドインスコットランドです。ブラックススミスはいつもヨーロッパで買い付けしてるから、ヨーロッパのものが多いんだけど、とっても可愛いですね。でした。その後フエンティエンポっていう名前の、ここもヴィンテージと、あとはねお皿器、作家さんが作ってる器をセレクトしてるので、とっても素敵なものがたくさんあって、たくさん購入してしまいましたね。ちなみにこちらのお店です。じゃあまず一つ目ね、すっごい綺麗、じゃーん、こんな綺麗なね、ここになんか水色の土なのこれって、ね、いやなんか青つけてると思う、これ多分釉薬で色をつけてると思う。すごい、こちらのお皿をまず買いました。でこちらが鷲沢鷲子さんっていう方の器です。綺麗だよね。ものによってはなんか青がそんなになかったものもあったから、うんうん、わざとなのか偶然なのか。確かにやっぱり一つ一つ違うよね、個性があってね。こんな感じの結構平らなお皿なんだけど、何を置くか悩ましい。私使うのか、何小物を置いたりとかでもいいよね。次のお皿もね、私が結構これ可愛いって一目惚れしたんだけど、山田龍太郎さんっていう方のお皿です。じゃーん、綺麗。これはねグレーなんですよ。でこれ2つ購入しました。特にこっちのグレーがすごい可愛いなと思って、グレーで縁がちょっと白くなっていて、ポツポツってこれね穴が開いてるように見えるんだけど、月みたいじゃない、月の断面じゃない、表面、これすっごい色が可愛いなと思って、でこっちがちょっと色がまた違って黒が混ざってるような感じなんだけど、個体差があるんですけど、とても可愛いです。これはね2つ購入しました。これは岩佐正明さんという方ですね。じゃーん、綺麗。ちょっとここのライトがオレンジっぽいからオレンジに見えるかもしれないんですけど、暗めのグレーなのかな、黒って言ってもいいし、うん、これはちょっと大きめのお皿というか器というか、ちょっとだけ深さがあるような感じでいいね、うんうん、こちらのやつでしたね。とても素敵でした。ここのお店はその時によって変わるんです、置いてあるものも、その作家さんも。次行った時にはどんな方の作品があるのかっていうのがすごく楽しみだね、うん、なのでぜひ気になる方は行ってみてください。で最後に、私が一番最初に行ったメガネ市場で注文したメガネが届きました。すごい私好みにカスタマイズもして、めちゃくちゃ楽しみにしてたの。じゃーん、かわいい袋も、じゃーん、届きました。本当に本当に楽しみにしてた。開けちゃっか、楽しみ。オープン。じゃーん、はい、私ねこちらを選びました。こちらがアニューっていうシリーズの AN33 っていうねものです。でカラーがチャコールのねカラーで、ちょっとグレーっぽい感じですね。レンズを超光レンズにしたの。だから今ちょっと部屋暗いけど、外で眩しい太陽浴びた時にこのレンズもね暗くなって調光してくれるっていうものなんだけど、かけますね、うん、じゃーん、どう、いいね、めっちゃ似合ってる。イエー、このね色がやっぱねいいわ。程よい透け感が軽く見せてくれる。なんか黒だったら多分ちょっと重い感じだけど、このくらいのグレーがいいかなと思って。いい感じ、
やっとね。やっぱメガネってさ、小江さんもそうだけど、ファッションによって変えたくない、うん、その日の気分にもよるし、そうや、まあ、使い方にもよると思うんだけど、だから何本あってもいいなと思って。それと私は室内に入っても外に出てもずっとかけておきたい時あるから、この調光レンズっていうのがぴったりと思って欲しくなったでしょ。欲しい。あとはやっぱりこれ以外にもめちゃくちゃデザインの種類たくさん店舗にあったから、可愛いのいっぱいありすぎて結構迷ったんだけど、ぜひみんなもね店舗に見に行ってみてほしいです。ということで、メガネ欲しいなっていう方はね、ぜひチェックしてみてください。こちらのねメガネ市場の詳しい情報は概要欄に URL 貼っておくので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで、今日はこんな感じのデート Vlog でしたね。でしたね。満足です。ということで、次の Vlog もお楽しみにしてください。バイバーイ。おやすみなさーい。